スズラン商店街隠し芸大会エントリーナンバー3番恐怖暴れん坊猛獣と美少女猛獣使いのコンビですわ。へっへっへー、美少女の登場です。では猛獣の芸をご覧に入れましょう。猛獣ってどこ？どこにいるの？この通り、肉を投げると見事にキャッチ。あ、こらウィッチ、食べ物投げちゃダメじゃないか。私が口でうまくキャッチしたからよかったけどさ。ふぅ、おいしい。そしてご覧ください、この珍しくも恐ろしい姿を。あ、なんで私の尻尾と羽触ってるの？へっへっへ、かわいいだろう。さらに驚くべきことに、この猛獣、頭を叩くと火を吐きます。吐いた！今なんで叩いたのさ、ウィッチ。失礼だな、火を吐くぞ、ガオー。以上、猛獣と美少女でした。あのさ、今気がついたんだけど、猛獣ってまさか私のこと？このように、ぷよ勝負もできる猛獣なのでした。おほほほほ。さあさあ皆さん、遠慮はいりません。おひねりはこちらですわ。